どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、もう電撃文庫終わっちゃうんですよ。ネタ切れネタ切れって言ったけど、電撃文庫の動画早く上げとけばよかったわ。ちょ、電撃文庫もうあと2日ですか？あと2日でガチャが終わって、交換所もあと3日で終わるんですかね。22、23、まあ今日入れていいのか分かんないですけど、まあとにかく月曜日の10時でガチャ終了、24時で交換所終了します。で、今回はね、月曜10時に終了してしまう確定枠の話をしていこうかなと思います。はい、皆さん確定枠取りましたか？もう取ってる人は全然大丈夫なんで、この動画見なくていいです。で、取ってない人でちょっと迷ってる人とか、あとはまあ取らないとやばいのかなって思ってる人がいるかもしれないんで、まあちょっと今日はね、話していければなと思います。で、今回話すキャラクターが、合計5体ですね。はい、上から、トーマ、龍ヶ峰、そしてミサカミコト、そして、セルティストロルソンですね。で、トーマインデックスです。今回この答え話していこうと思います。で、最終日近いので、もうあんま時間取りたくないんで、サクッと話していきますが、まず絶対に取らなくていいキャラを紹介していきます。はい、これです。もうこのトーマ2体は取る必要ありません。金もったいないんで温存しましょう。こんなキャラね、使い道ある時はありますけども、そういうキャラクターを全部追っちゃうと本当にお金もったいないんで、もうマジで使う可能性があるキャラ以外はスルーで OK です。平和島どうした？ごめん、平和島いたわ。ごめんごめん。なんでまあ、購入ですね。購入するとしたら、この3体になるかなと思います。はい、今日はね、この3体買うべきかを少し話していければなと思います。まあ、やっぱ、まず一番最初は、龍ヶ峰になるんですけども、やっぱリムル持ってる人からしたらね、ぜひ取っておいてほしいキャラの1体なんですけども、じゃあ龍ヶ峰果たして僕リムル持ってるんですけど、これ本当に必要ですかと、本当に取るべきですかという話もしていこうかなと思います。37ターンでね、リーダーと一番右の3本入れ替えて変身できるんですけども、バインド封印2つ指、エルジオッツ10強プラス無効感プラスボイスにシンクロ10強で火力出せます。スキルも4ターンで7ルクマス、全員の攻撃が2倍、ルーレット1個生成、盤面6解除が4ターンで使えますという感じで、盤面拡張と全員の攻撃2倍とルーレ生成ができます。さらにリーダースキルに関しても水の2コンボで 80% 軽減、そして3コンボ以上で攻撃力が45倍、3コンボ加算固定1000万ダメージとなっております。まあ 80% 軽減に3コンボ加算固定1000万あって攻撃45倍もあるので、まあ無難にリーダースキル自体は強いキャラクターになってるかなと思います。はい、で、まあ、そんな優秀な龍ヶ峰さんなんですが、じゃあ交換するべきかって話なんですけども、これめちゃくちゃ分かりやすく基準があります。リムル1体所持の方、リムル1体しか持ってない人、めっちゃおすすめです。マジで龍ヶ峰リムル1体所持の人は本当に思考放棄してさ、2400円払っていいぐらいにおすすめです。リムル自軍1体しか持ってない人からしたら、龍ヶ峰をね購入してあげると、まあリダチェンで龍ヶ峰をリーダーにリダチェンすればよくて、龍ヶ峰リダチェンのフレンド変身リムル、サブ変身リムルってしてあげると、もうそれだけでめちゃめちゃ強いテンプレ組めますので、もう基本的に龍ヶ峰を取るべき人としてはリムルを1体しか持ってない人ですね、がめっちゃおすすめです。逆に自軍でリムルを2体以上持ってる人は別に龍ヶ峰、ね、スルーしても大丈夫です。というのも、進化後リムルをリダチェンしてあげて変身リムル2枚積むっていうテンプレが組めますので、自軍2体リムル持ってる人はね、そのテンプレが組める時点でリムル2体持ってれば龍ヶ峰はスルーしても問題ないかなと思います。まあ基本的に2400円なんでリムル持ってればね取っておきたいキャラではありますが、思ったよりもやっぱ進化後リムル編成の方がやっぱ今優秀で使われてますので、まあそこまで無理しなくてもいいかなと思います。まあ、武器も水属性追加、スキブに泥鏡8個に3ターンヘイズとめちゃくちゃ強いんで、まあ正味とりあえず何も考えず1体取ってもいいっちゃいいんですけども、リムル自軍1体の人からしたら本当に2400円払うだけでリムルの価値を大きく上げれるのでおすすめですし、2体以上の人はスルーしても問題ないかなという感じが龍ヶ峰の評価でした。まあ最初の実装当時はねめちゃ強いかもみたいな感じだったんですけど、実際蓋を開けてみると、まあそんな別にぶっ壊れ地図最強でもなくて、進化後リムルとかの方がね、テンペレ組める場合だったら強いって感じなんです。あ、もちろん龍ヶ峰リムルもめちゃくちゃ強いからね、アンジェリーナなんて日にならんぐらい強いからね。一応言っとくけど、これ一応言っときますけど、アンジェリーナと龍ヶ峰リムル比べたら100億倍龍ヶ峰リムルの方が強いからね。ただそのリムルの最強テンプレに比べたらちょっと劣るかなということで、まあ、そこでね評価少し落ちますが、まあそれでもリムル一体所持の人からしたらマジで取るのをおすすめですっていう感じですね。これが龍ヶ峰の評価です。で、続きましてセルティストルソンなんですけど もうこれはめっちゃ簡単で、アクセラレーター2体取れるんだったら購入しましょうって感じなんですよ。まあ、だからアクセラレーター2体持てる人は購入してほしいっていう感じのキャラなんですけども、これもさ、そうは言ってもさ、いや別に俺はアクセラレーター2体交換できますし、セルティストルソンも購入できるんですけど、ゆうころさん、それ本当
当に必要なんですかって悩んでる人多いと思うのよ。でスルーしてる人も多いと思うんですけど、まあ、スキビオンのね37ターン2ターン平素変身でバインド封印雲操作負荷インの加護10強5つ無効カンパラスボイスに10強持ってます。まあ、10強5つ無効カンパラスの火力はかなり高いですね。スキルも5ターン上限6億5ターン HP40% 回復 UB1.5 倍が5ターン使えます。リーダースキルも闇の HP1.3 倍激減に攻撃55倍4コンボ加算となっております。はい。でまあ、武器は闇属性追加スキブチーム HP3 つ自動回復4ターンヘイストというぶっ壊れで、こっちもスキブ2個チーム HP2 つティーチに3ターンヘイストとめっちゃ強いんですが、じゃあ果たしてこのキャラアクセラレター交換できるんですけど取るべきですかって話なんですけど、まあ、結論から言うとこれはどちらかといえば、趣味になります。例えばですね、極悪をズラッシュ回できる、そして新戦術をセルティとアクセラレータで攻略できる、これめっちゃくちゃ強いんですよ。レベル15もね、あのセルティで周回できる、めっちゃ強いんですよ。ただね、みんな聞いて、必須ではないんですよ。結局今言ったセルティアクセラレータで新戦術攻略できる、で極悪が周回できる、でレベル15は攻略周回できるとかありますけども、別に レベル15に関しても攻略遠征使えば簡単ですし、極悪なんて攻略遠征使ったらボコボコにできますし、新戦術なんてセルティより強い編成いくらでもあります。別にセルティなんて新戦術は全く強くないです。本当にまあ一応クリアできるぐらいの感じなんですよ。っていう時点で別にこれは趣味です。極悪をずらして周回したい人か、レベル15を楽して攻略したい人か、まあ、それこそ新戦場をね楽して、まあ、あのパズルしたら楽なんでね、楽して交換購入あのクリアしたいとかっていう人は別に取ってもいいと思いますけども、逆にそんな必要ないと、俺は攻略遠征を使うんだっていう人からしたら全くもっと取る必要ないかなと思います。なんでこれもだからね、アクセラレーター2体取れてセルティ購入できる人が前提で、かつ周回したい人はよかったらどうぞっていう感じですね。逆に攻略勢の方とか別にそんな求めてないよっていう人はスルーがありだと思います。はい。まあ、ただ武器はめっちゃ強いんで、武器要因で取る価値は十分あります。正直あの武器のためだけに取る価値ありますが、まあでもあの無理してまで購入する必要はないかな。3600円高すぎるんでねっていう感じです。でということで、当然ながら三坂美琴に関しても第3位なんですが、これ全く同じ理由です。本当に美琴はね周回強いっす。やっぱ新百式もボコボコにできますし、あの高難易度から中難易度までほんと幅広く破壊できます。まあ新戦術ぐらいのインフレは無理ですけども、まあ、25ターンでね2ターン変数遠心で超つなげし2つ浮遊で火力出せますし、10強もついたんでね火力もめっちゃ上がって、スキルも3ターンで上限65億無効貫通6解除中央1列光生成でめっちゃ強いです。リーダースキルも HP2.4 倍半減に落ち込んだし、攻撃40倍固定してまだすごい優秀なんですが、まあ、美琴も同じ理由ですね。あの本当に周回としては強いんですが、別に無理して取る必要性があるかと言われればそこはないと。そう、結局金かかるんで3600円ね。まあ、ミコトに関してはジグンで最低2体、なんならできれば3体ですね。ジグン3体取れる人はおすすめって感じになっております。はい、という感じですね。まあ、これが今回の、確定キャラの基準です。まあ、だから、結局竜神ではリムル1体処置の人からしたらめっちゃおすすめやし、2体以上なら別にスルーしていいという感じになっていて、まあ、セルティに関しても弱くはないけど、やっぱ趣味の領域は超えてはないかな。別にあくまでそんな攻略を超えるようなね性能はしていないので、趣味パーティー組みたい人はどうぞ、ミコトも全く同じって感じです。だからすなわちですね、別にこれは全部スルーしても問題はないんですよ。ただその上で、ね、自分自身の編成を強くしたければとかね、楽したかったら取っておいてくださいぐらいの感じなんで、まあ結構これが確定枠のリアルな評価になってるかなと思います。正直あの基本的にこういうキャラクターって購入しとけって言っとけば簡単なんですよ。なんでかっていうとさ、当然ながら持ってた方が強いから。当たり前やんね、0か1かどっちが強いかっつったら1に決まってんじゃん。当たり前なんだけど、ただ結局そこで金使ってあのもったいないし、他のキャラクターを取れるチャンスが減るので、まあそれを踏まえると今回は無理しなくても問題はないかなと思います。だからこういうキャラクターって強い強い言われて取っとかなきゃやばいみたいな風潮ありますけども、結局それは当たり前の話。そんなもんそのキャラクターを持ってた方が強いなんて当たり前なんだよ、どんなキャラクターでもね。そりゃそうなんだよ。ただ結局金かかるんで、そこは皆さんが判断してね、購入するか考えてみてください。まあユーコールチャンネルとしては別にこれは全スルーしても問題はないと思ってますので、それを踏まえて自分がね今回の解説聞いてほしいと思ったキャラだけを購入するようにしてあげてください。じゃあぜひねこの動画参考になった人、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。